それでは今日も張り切っていきたいと思います。今日はですね、ゴムチューブあればゴムチューブ、ない人はタオル使ってください。初めにですね、これぐらいでぐらいですね、ちょっと、私は引っ張ってこれぐらいにしておいてください。はい、では、足を広げてつま先を外側にします。はい、そら、お膝を曲げてスクワットです。膝の角度90度ぐらいになると嬉しいです。はい、そしたらですね、しっかり引っ張ったタオルでもいいですよ、引っ張ったやつをまず頭の上です。そして頭の上だけじゃなくて後ろの方に沿っていきたいです。はい、後ろの方に沿ってください。はい、ここで10カウントいきます。腰落としといてください。はい、いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。一回立ち上がって、手も下ろします。はい、もう一回ぎゅーっ引っ張ってから、頭の上に持っていって、はい、膝曲げて、後ろ。はい、10カウント。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、もう一回立ち上がって手も下ろします。はい、もう一回ぎゅー引っ張ってから頭の上、膝曲げて、はい、後ろ10カウント1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ではゆっくり戻っていきましょう。回数足りなかったら足してやってみてくださいね。では足を広げて、腕を、返して上に上げます。で、膝を上げます。膝は90度ぐらいに曲げてください。はい、でなるべく手は頭の後ろの方に持っていってください。はい、では数えます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、一回終わりです。どうなるか、ママさん、ママさん、もう一回いきます。手を組んで、頭の上に上げて、膝を90度に曲げます。いきます。手はなるだけ後ろに反ります。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。手を組んで裏返すような形で手を組み伸ばし、後ろの方になるように引くようにして、膝を曲げます。数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、戻ります。今までのスクワットは甘かったです。これこそスクワットです手を後ろ側にできるだけ引いてスクワットをするという、その体勢自体がものすごくやったことがない体勢だったので、とてもきつかったです。頑張ります。はい、ありがとうございます。